皆さんこんにちは、スタントライダーの小川です。今日はですね、埼玉県のホンダテクニカルカレッジに来ております。無双祭というね、文化祭で、今回は、催し物ということでスタントショーをね、やらせていただくことになりました。で、今日は、おっくんとね、一緒にショーやってきます。例によってですね、僕中指がまだ完治しておりません。まだね、腫れているんですけど、術後、2ヶ月ぐらいでまだまだね、指が本調子じゃないです。なので今日はね、おっくんと一緒に、ホンダテクニカルカレッジの、無双祭、盛り上げていきたいと思います。頑張ります。ショーの後ね、校舎の中とか、いろんなね、おそらく見せ物だったり、あると思いますので、その辺もね、レポートしていこうと思います。非常に楽しみです。おかチャンネル。優れないんですよ。なのでちょっと雨が降って、ね、今ハーフウェットというかね、半分濡れてる路面になっていてるんですけども、このあとね、ショーの時間まで、雨が降らないで済むかどうかっていうのはね、分からないです、ね、ちょっとね難しいコンディションなんですけども、頑張ってねスタントショーやっていきたいと思います。あれ、試合に行く途中、試合に行く途中、通り道試合に行く途中、たまたま見かけて、見かけたら、先週、奥くんだって、奥くんだって、先週ライコランドのイベントで乗ってた奥くんだみたいな。標高この前高かったから、今日は調子いい。今日超楽、超楽、マジで。もうね、酸素の量が違う、もう演奏しづらい。ノーハンドウィリーサークルってあるじゃん、両手離して回るサークル、あれが演奏しづらいから楽。もうこの前の富士はもうそこのコントロール超シビアで、今日は本当楽。楽そうにやってるもんね、うん、全然楽楽にやってるね、やっぱり全然違うね。全然楽。奥くんだってもうこの前散々だったでしょ、これから見たら出るのは OK だったでしょ。なぜかファンの人からフリーガンのリュックをもらうっていうね、謎の展開で。そうですね、ありがとうございます。これめっちゃ嬉しい。よかった。ぜひ使ってください。めっちゃ嬉しい。すいません、2週連続。いい。楽しく。生がやっぱり喜ばしい。でも違いますよね、生って。小川君の使ってる工具はね、他社さんだと。シグナントか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 と K なんとか。いや、全然いい工具です。素晴らしい。
マークモカチップフラッペ。いや無理だよ。マークモカチップフラッペ。フラッペ。これはね配置ミスだ。配置ミスある。完全に。ずっとケモさんの何て読む？何て読む？モカチャンネル。この後ね今ちょっと。オークンがね、ガソリン出たりしてるので、オークンの準備が整ったらね、ショーやってきます。軽くね、ちょっとウォーミングアップだけ、エンジンだけね、温めさせてください。ちょっと暖気するわ。暖気ね。ちょっとエンジンが冷えた状態だとね、本来のパフォーマンスが、できないので、出てからこうやっていきます。そしたらね、これからね、エクストリームバイクショー、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、ちゃんと、まあ、皆さんに伝えておきたいんですけども、僕2ヶ月ぐらい前に実は右手の中指で骨折したんです。で本来は一人でね、ショーをやる予定だったんですけども、今回ね、急遽オックに、ショーを手伝ってもらいます。僕のね、中指の、代わりです。今日は小川選手の中指の代わりで。吉岡光一のこと、オックンと申します。ライダーネームオックンと申します。今日は一日よろしくお願いします。スタンドライディングの一番、ね、メジャーなトリックであるウィーリーを使って、はい、だんだんちょっとオックンと、ね、難易度を上げていくバトルをしていこうかね。あ、了解です。いけるかな。よし、僕こっちは乗るよ。滑りながら世界的な選手だから今日もあるじゃん、こっち折れてるから何からやって？スタンディングウィー。スタンディングね、はい、オッケー。何も水あるでしょ、結構動揺するんですよ、正直。これがね、スタンディングですね。こんな感じかしら。オッケーが、うん、ね、立った状態でやったんで、ちょっとだけで難易度上げていきましょう。いきます。えい、片手離す。えい、ね、オッケー。よっしゃ、ちょっとだけ難しくしました。その後次何や。今のは左手のワンハンド、僕リードのワンハンド見ていける。左手のワンハンドの場合はアクセルいじれるんですよ。右手のワンハンドになるとアクセルいじれない。あれマークウィーサーチですよね。最後の難しいテクニックになります。はい、右手離した。右手離して、右何やるのって話すぎて、ね、次ちょっと待って、待って、俺今日ドキドキしないと。え、ノーハンド。ちょっと逆に。これ、多分ね、僕らだけなんですけど、真ん中に多分こいつがいて、こいつでバイク暴れちゃうんですよね。まあでもちょっとここはね、頑張ってやってみますか。はい、一緒になったかもしれないですけど、オックンね、今右手離しました。僕さっき左手離しました。これね、組み合わせていきます。ちょっと変える場所を変えて、もう一回行け。
こっちが何枚になる前かな。はい、前かな。で、これがね、ノーハンドタイプです。競技でいうね、難度を上げていくっていうことなんですね。はいはいはい、基本的にはこのウィリーから片手離したり、そのウィリーサイクルやってみたり、八の字にして難易度上げてみたり、ね、最終的には両手離したりね。こういう風に難易度上げていって、難しい技をやるとポイントが高くなって、順位が上の方に上がっていくと、ね、そういう、僕らの、ね、競技をやっているライダーです。はい、で、そしたら僕は実際に、はい、難易度と、ね、技の種類を解説したので、はい、ここはちょっとフリースタイルに交互に乗っていこうか、はい、ね、はい、yeah.
皆さん拍手が足りないんだよ。ありがとうございます。絶対にバイク乗らないでください。やってます。さあ今乗っている中でも中指ね骨折したんですけども、ハンドルは基本的に小指と薬指だけで握ってます。で中指を使わないように。でフロントブレーキに入れるときは人差し指だけで握ってます。これもね1週間ぐらい練習しました。技ができるように。ね、普段はね2本指で握られたらブレーク使わないんですけども、なんとかね人差し指でこうストップできますね。練習をしたんですよね。ねやればいいよ、ね、できるもんですね。ということで、世界の世界を終わらせよう。ということで、ね、我々こういうふうにね、フリースタイルライディングで、まあ、大会に参戦して、競技を、まあ、やってきたライダーと、いうことになります。このまま、このパイロンまたいかっていいので、皆さん中入りましょう。で、入っておいてください。すげえ、人の圧力半端じゃないよ。いやちょっとブースに前に展示したくますので、ね、コラムで一日中行きます、はい、なので、時間があったら遊びに来てください。はい、声かけてください。はい、はい、ということで、長らく、僕らのスタートさんにお付き合いいただいて本当にありがとうございました。今日はお楽しみに。
はい、ということでね、イベント無事に終了しました、うん、スタントショーもね、しっかり、やることができました、今回ね、手の調子が悪かったので、奥くんとね一緒にショーをやったんですけども、非常にねいいショーができたと思います。僕と奥くんのね、掛け合いというかちょっとアットホームな感じでね、いいショーに仕上げられたと思います、うん、でショー終わった後は、まあ、文化祭で、いろんなね、見せ物がたくさんあったので、まあ、車が展示してあったりとか、あとはね部活の、紹介なんかもいろいろあって、でオフロード部とか、メカニック部とかジムカーナ部とかね、バイクが好きな、人もいろいろ楽しめそうな、部活がたくさんありました。もちろんね、車関係の、部活もあって、そういうやっぱ車バイクに興味を持った人なんかには非常にね、いろんなことが学べるし、いろんなこう好奇心をそそる、なんかいい学校だなというのね本当に思いました、うん、僕がね学生だったらねここ入りたかったなというふうに、思わせてくれる、そんなね、学校だったです。はいね、ということで、今回はホンダテクニカルカレッジさんの、文化祭に、お邪魔しました、非常にね、楽しい一日を過ごすことができました、またね来年呼んでもらえるように僕もね1年間頑張ろうと思います。またね。実際今ね、ちょっとボソボソズボンをちょっといじってますよね。分かるかな、右手はなんかいじってるよね。よく見てみんな。あれ今度は、あ、靴つけてました。あ、すごいすごい、自分の靴踏んだよ。そしたら、あ、なんかお尻減ってるけど、お尻減ってるよ。あー、これがですね、オッケーだ。オッケーの撮影がブザスタートですよね。オッケー。全然新幹線のインスタートですね。インスタートです。皆さん、インターネットにね、動画とか画像を上げてたね、モザイクをしっかりかけたりしてください。一番いいのがいいと思います。ね。じゃあこれあれは視聴者プレゼントなのかな。視聴者プレゼント、これ今何入ってくるのよ。スワッチェンの部分で、ね、あの後でブースに返してください。入ってください。でここね、はい、ということでね、最後スワッチェンに今これブガスサークルですよね、全米選手権実際に発表された技で、イッツっていうライダーが全米選手権で、ね、発表した技で、そのスポーツね本当に全米を震撼させました。吉岡は今日、ホンダテクニカルカレッジを審査させました。はい。はい、ということでね、これで、基礎優勝の方、終わりたいと思います。皆さんね、最後まで本当にたくさん盛り上げてくれて、ね、本当にありがとうございました。お疲れ様です。